What's up, everybody guys? Welcome to Miyamaru's Touch Designer Tutorial. ということで、今回は、バンプマッピング編！めっちゃお手軽。ということで、実際に今回作っていくものはこんな感じになってます。で、まずこれは左側のスフィアに注目していただきたいんですけど、こちらのスフィア、デコボコしてますね。このデコボコは実際にモデリングをして、デコボコをつけているわけじゃなくて、ノーマルマップというテクスチャーを貼り付けて、この凹凸表現をやってるわけですね。なので、実際にポリゴン数はスフィアのままなので、軽い動作になることができます。で、実際に今日はそのやり方をやっていくんですけども、実際にその進化系として、この右側は実際にちょっとデコボコした、モデリングに対して、そのノーマルマップと、さらにはその先までやっていこうと思うので、実際こっちも触れていきますので、今日は第2、2つと、いうモリモリのなってくるので、実際にこれを使ってバンプマッピングをうまく使ってみてください。それではまず立ち図内を開いてください。開くとこの画面になるので、いつも通り、コントロール A をして全部選択した上でデリートしましょう。作っていくものが、左側の、さっきあった左側のスフィアなんで、まずソップのスフィアを、出しますね。そしたら、スフィアの、大きさを制御するためにトランスフォームを置いていきます。そしたら、ジオメトリを出しましょう。いつも通りですね。今回は、マテリアル、いつものマテリアルを PBR。PBR を使っていきます。PBR は環境光とかを、反映できるものですね。じゃあ実際にこれを、マテリアルにて、つけていきます。で、そしたら、カメラですね。カメラを置いていきます。レンダリングするために、レンダーと。いつものですね。ちょっとこれ見にくいんで、こっちを消していきましょう。そうすると、環境光とか光がないんで真っ黒になりますね。なので、ここで、PBR 特有のエンバイオメントライトを使っていきます。で、エンバイオメントライトの、このエンバイオメントマップに、環境光を反映させたいテクスチャーを持ってくるわけですね。トップのムービーファイルインから、いつものみんな大好きクラウディーオーシャンを持ってきます。で、もしこれノンコマーシャルの場合、ここに、こういった感じで黄色のびっくりマークつくと思うんですけど、これは気にしないで大丈夫。で、レベル。これは、まあ、HDR の、テクスチャーを使っているんだったら、ここでの、ガンマを2.2ぐらいにすると変えられるんで、一応置いとくんですけど、今回は使いません。で、塗る。ですね。で、この塗るをエンバイオメントマップに入れます。そうすると、ちょっと色が変わったのがわかると思います。それで、この PBR の値を実際に変えていきましょう。このラフネスをだいたい0.2とかにすると、この環境光が反映されて、反射ができるようになりますね。実際に PBR っていうのはちょっと、環境光とかその計算が多くて、まあ重いんですね。で、その重い計算を、軽くしようと、反射の表現を軽くしようとしたのが、前にも、出してあると思うので、こちら、2つとも、ちょっと似たね、環境、反射の使い方をやってるんで、ぜひこちらの方もチェックしてください。ということで、まあ、今回はそれは置いといて、じゃあまずちょっとこれが大きすぎるんで、カメラの、
この FOV を75ぐらいいきましょう。で、なんでこれをしたかっていうと、この後にですね、スフィアからまたトランスフォームで、で、この後にジオメトリをつなぎます。で、こっちも PBR。だいたい PBR を使うんだったら、全部の、ジオメトリは PBR にした方がいいかなとは思います。で、これで何を作りたいかというと、環境を作りたいんですね。まあよくやると思うんですけど。それでは PBR の、このマップの、エミットマップのところに、このヌルをぶち込んでいきます。そして、なんかここら辺のスペキュラーとかメタリックとか、アンビエントオクルージョンも出るでしょうかな。で、エミットの値を、まあ大体0.8ぐらい。すると、こういったマップが出てくると思います。で、この、反映されたマップの大きさを大体5とかにすると、はい、見てください。環境が作られました。これは実際に中に入ってると。ジオメトリーのこの右下のプラスボタンを押して、で、これでこの中で F キーを押します。F キー、F。そうすると、フォーカスが当たるんですね。で、こういったマップの、こういったテクスチャーがついた、スフィアの中に今いるというわけですね。で、これはもういい感じでテクスチャーが貼られてるんですけど、念のためテクスチャートップの、オーソグラフィックスから、このエンクワイアーク Angular。ちょっと英語読めないんであれなんですけど まあ、これのインサイドを選択して、プロジェクションのアクシスを Y にすると、まあ、さっきと同じようなのが反映されていると思います。こんな感じでいいですかね。OK です。そしたら、こっからですね。これを大体大きさを1.5とかにしておきましょうかね。はい。そしたら、こっからがバンプマッピングです。バンプマッピングって何をどう設定するのっていうところなんですけど、実は超簡単で、この PBR のマップスのところに、ここですね、ノーマルマップあります。ここに、カッコバンプとも書いてありますが、ここにノーマルマップをぶち込むっていう、それだけなんですね。はい。じゃあ実際にノーマルマップを作っていきます。ノーマルマップどうやって作るのっていうところなんですけど、これも超簡単。普通のテクスチャー、ノイズとかのテクスチャーを作って、そこに、まあ、ノーマルマップっていう、ノーマルマップ。これですね。これを最終的に、ここにぶち込むと。という感じになっております。じゃあ実際に、あの見た目になるように作っていきますね。まずはノイズトップですね。まずこのペリオットを0.8とかにして、ハーモニクスは1で、ハーモニクスプレッドを1。1日。で、ハーモニクスゲイン1.5とか。で、このアンプリチュードを0.15とかにします。そうすると大体こんな、テクスチャーが作られると思います。で、このテクスチャーを、動かすために、このトランスレートの XZ のところに、アブスタイムドットセコンドと入れます。そうすると、動き始めますね。ちょっとこれ早いんで、アブスタイムドットセコンドかける0.3ぐらいにしてそうすると、こうやって緩やかな感じで動いていくと思います。そしたらですね、
レベル。を、持ってきて、だいたい、コントラスト0.86とかにします。そしたら、こっから、普通に、ノーマルマップにつなげるだけ。そうすると、ノーマルマップは、だいたいこんな、凹凸を、白と黒の境目とかで、判断して、白が強ければ強いほど浮き上がってくるように見えるし、黒が強ければ強いほど、凹んでいるように見える。というのがノーマルマップですね。じゃあ実際にどうなるのかっていうのを早速つけていきましょう。ノーマルマップを、今作ったノーマルマップをここに入れると。そうすると結構もうだん、変化が、多少見えると思いますね。こういう感じで浮き上がってる。ちょっといびつですけど。三角形が、黄色の三角形がついてます。これは、マテリアルノーマルマップを使ってるけど、そのノーマルを使うにあたって、このタンジェントのアトリビュートが、スフィアにないよって言われてます。おお、何を言ってんだという感じかと思うんですけど、別に、怖がらなくて大丈夫です。超簡単ですね。このノード上で右クリック。で、インサートオペレーターから、アトリビュートクリエイト。アトリビュートクリエイトです。を入れます。で、このコンピュートタンジェントのオフをオンにする。オーララ消えた。これだけです。はい。ちょっとですね、今、わかりにくい。あんまり、ノーマルマップのこのバンプがわかりにくい。ので、このバンプスケールの値を3ぐらいにすると、より、いかつく出てきますね。で、これ結構、このジャギジャギがすごいと思うんですよ。ノーマルマップの。これなんでジャギジャギがすごいかっていうと、ここですね。ノイズの、リソリューション、テクスチャーのサイズです。が低いとジャギります。例えば、これを、まあ、大げさな例ですけど、100とかにすると、もっとジャギリが、ひどくなっちゃいますね。なので、これをだいたい1024、1024、1024ぐらいにすると、まだマシになると。ジャギジャギが。で、これはいろんな設定方法があるんですけど、例えば、今、ノーマルマップの、このサンプルの、ステップというのものがあります。これを上げることによって、例えばこれを4ぐらいに上げると、このノーマルマップの強さが変わってきますね。じゃあ、ここにこの凸凹だけじゃなくて、実際に文字入れちゃいましょう。じゃあこのレベルからノードを出してきて、タブでこいつらを開きます。で、トップのテクストです。テキスト。テキストのここに自分が入れたい。例えば、みやまる。みやまる。を入れます。で、これちょっとかなり小さいですね。なので、ここをオートフィットオールウェイズにすると、常にいい感じになってくる。で、ディスプレイメソッドはスケーラブルにして、フォントも変えちゃいましょう。で、フォントは、自分が好きな、これだ。ハマースミスマン。これいいんですよね。僕好きな。で、一応フォントサイズも70くらい入れておきますけど、だいたいオートフィットしてるんで、別にやる必要ないんですけど。で、他に、設定は OK ですね。そしたら、これをエッジ。エッジで輪郭線を出していきます。で、輪郭線のサンプルステップも、だいたい2つとも2ぐらい上げといて、ジャギリが少ないようにしますね。はい。そしたら、トランスフォーム。
で、今ちょっとこの寄りすぎちゃってるんで、端っこに。で、それをちょっとだけ調節してあげると。このスケールサイズを0点。おうち。0.9にします。このノイズトップと合成させるために、コンポジット。トップを入れて、繋いであげます。で、今、マルチプライになってるんで、ここのオペレーションをソフトライトにします。そうすると、ノーマルマップがこんな感じになって、すごいですよね。もうこれだけで凹凸ができる。で、実際に見てみると、こんな感じで凹凸ができてる。でもちょっと多いよ。これは今、テクスチャーがスフィアの全面に、貼られてる、状態になっちゃってるんで、これはちょっと見にくいと。まあ、別にこれでもいいっていう人はいいんですけど、まあ、見にくいなということで、これをその表面だけに貼りたいっていう風にするためには、このトランスフォームとアトリビュートクリエイトの前に、そうですね、テクスチャーソープを入れるわけです。で、このオーソグラフィックスは平行投影の Z 方向にすると、こういう感じで、表面だけに出てくる。この見える部分だけに出てくる。っていう感じですね。ちょっとこれを、一旦、ローテートで回してみます。そうするとですね、境目が、ちょっと変なんですね。まあちょっとこれは分かりにくいんですけど、まあそういう時にどうしたらいいかっていうと、この、ノイズとレベルの間に、タイルソップ。これ結構使うんです。で、覚えておいても損はない。タイルソップっていうのは、まあ見たら分かる通り、一つのテクスチャを、複数のタイル状に並べてくれるっていうソップなんですけど、今回はこのタイルソップのこれは使いません。だから、リピート XY は0にして、使うのはこれですね。オーバーラップですね。そうすると、テクスチャを貼ったときに、貼り方の、その境目を補完してくれるっていうの。オーバーラップ。なんで、だいたいこれを0.05とか。高に出てる。そうすることで、ここの補完が、いい感じになってくれると。いうわけです。まあこれは他のね、モデルでやってもらうと結構わかりやすいんじゃないかなって思います。はい。こんだけです。超簡単。やばいっすね。じゃあ、実際にこのノーマルマップを使わないでデコボコやんって押したらええねんと。どうするねんというのがあると思うんで、ちょっとそっちもやっていけたらなと思います。これもね、結構面白いことできて、楽しいんで、覚えておくと損はないと思います。じゃあ、ちょっとそれを右側に作るために、この今作ったやつを左側に伸ばしていきます。だいたいマイナス1.6と、まあ、0.4、0.2。で、こいつ、ローテッドで16。そして、ちょっとこう見やすいようにしました。じゃあですね。こっちもね、別にね、難しいことはしません。まず、ソープから、トーラスですね。トーラス。で、メッシュからポリゴンにしてください。ローとコラ、からのす。まあ、これを4040ぐらいいきます。そしたら、ノイズソップですね。ノイズソップ。で、ノイズソップって、まあ、使ったことあると思う人たくさんいると思うんですけど、こんな感じでグニャグニャさせてくれるわけですね。これは、このトラスが持ってる、ポイント、それぞれのポイントを移動させるっていう、ノートなんですけど、これをうまく使ってギザギザにして、0.1。そうするとこんな感じでギザギザになるんですね。で、ちょっと力が強すぎるので、まあ、ラフネスをだいたい1にして、
このアンプリチュードを下げます。定点。そうするといい感じでこう、ジャギジャギが出てきます。ここで大事なのが、これをずっと動かしてると見て、結構 CPU 食われるんですね。なぜならポイントを何回も動かしてる。まだ 40×40 なんで大丈夫だと思うんですけど、これがもっとになってくるときにきついと。いうのがあると。なんで、このトランスフォームの、今、アブスタイムドットセコンが入ってると思うんですけど、こいつを切ります。ゼロ。そうすると、もうこのギザギザしたモデルとして、使えると。で、ここでもう一回ノイズストップかけて、で、このタイプをスパースから、今だいたい2から1ぐらいなんだけど、アーマイト。あんま変わんねえな。わら。これをちょっとだけ動かす。1から6。で、ハーモニクスを3ぐらいにして、ポーネントを2ぐらいにすると、ドゥイン、ドゥイン、ドゥインみたいな、ドゥ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 インみたいな感じで動きます。で、アンプリチュード0.3。すると、こう、ちょっと、うにゅんって感じになります。ノイズストップから、今回も、実際にギザギザしたモデルプラス、バンプマッピングを使うために、さっきバンプマッピングで黄色いびっくりマークが出ましたね。あれを回避するために、アトリビュートクリエイトを最初から置いておきます。で、コンピュートタンジェントつけますね。で、こっからジオメトリー。ビュー。はい。できましたと。で、同じように、マテリアルから PBR。で、同じように、こいつを、まずは、つけていきます。そうするとね、こんな感じのが出てきました。したら、最初に、ババーってマテリアルの設定をしちゃいましょう。一回ラフネスこれは0にしておきます。で、今回もこっちもノイズ。トップですね。じゃあ、こっからそのまま、ノーマルマップを使います。したら、マップスの、さっきあったノーマルマップに、入れますね。したら、このバンプスケールを3ぐらいします。そうすると、わ、こんなギザギザした。ノイズがちょっと効いたようなマップが出てくると思います。実際にこれノイズがないと、ちょっとこれ見にくいんで移動させましょう。トランスフォーム、トランスレート、1.7。マイナス0.3ぐらい。で、ローテート X を60と Y マイナス40と。そうすると、はい、できました。わかりやすくなって、まあ、実際これ、バンプがないとどんな感じになるかってなると、こんな、なんかしょぼい。俺が言うなって感じなんですけど。これをバンプ上げると、ほら、いかつくなるよね。結構かっこよくなるんです。はい。でも、残念ながら、今回、これだけでは終わりません。これだけでも十分かっこいいと思うんですけど、よりもうちょっと、パキッとした見た目にするために、ここから、ひとしおかけていきます。まあ、だいたい、ほんと、胡椒少々みたいなね。クレイジーソルトを、ちょんってかけるぐらい、イメージですね。なんで、このレンダーをコピー&ペーストして出してきます。ここでジオメトリーのところをこいつ、ジオメトリー3だけドラッグしていきます。そうするとこいつだけがレンダリングされてるわけですね。で、こいつの、レンダリングしてるときってたくさんバッファーを持ってるんですけど、そのバッファーをちょっと取り出してこようと、そう思ってます。
なので、まあちょっとよくわかんないと思うんですけど、一回やってみてください。このカラーバッファーをとりあえずまあ3ぐらいに上げといて、新しくレンダーセレクトっていうトップを出してきます。で、このトップにレンダーを入れます。そうすると、このレンダー、このレンダリングが持っているバッファーを、それぞれ出してこれるというわけですね。なので、今、カラーバッファーが0。これのどういう、これをの設定をどうやってやるのかっていうと、このマテリアルですね。マテリアルのアドバンスっていうところに、カラーバッファー 1RGB っていうのが、あります。これは0が今この0に入ってる。ここら辺はちょっとまだややこしいんで、とにかく、これを増やして、プラスボタンで増やして、バッファー2のところに、ワールドスペースノーマルを入れます。そうすると、このカラーバッファーのインデックスを、2にしたときに、ワールドスペースノーマル。これが、このモデルの実際にこのワールド空間においてのノーマル。だから例えば、Z 軸方向のプラスに向いてたら、RGB の B の値がプラスに向いてるんで青色に光るとか、この物体が上を向いてる平面は、RG の、Y と G のところがリンクしてるんで、この上に向いてる表面のところは、グリーンになるとかね。X 軸向いてるところは赤になるとか。なんでこういうのが出てきます。まあ、これをうまく使ってやろうと。いうことをやります。はい。ここから、ノイズトップですね。を出します。そうすると、まあ、こんな感じになると思うんですけど、このもう一回インプットを、この2番目の、コーディネートマップに入れると、結構もうこれだけでいい見た目に、なるんですね。で、ちょっとこれをペリオットレってこうとか変えて、ちょっとすごい、なんか気持ち悪いというのか、もうかっこいいっちかっこいいと思うんですけど。やってきます。で、アンプリチュード1.5。そうするとパキッとしたクリスタルっぽい見た目になります。で、せっかくなんでオフセットを0にします。で、このトランスフォームの、トランスレートのところの Z 軸にアブスタイムドットセコンズ。そうするとこいつが、動くようになります。で、ちょっとこれも早いので、0.3にしてゆっくりこう動くようにします。こいつに、モノクローム、色をなくすと。この境界線だけを取ってくる。もうめっちゃかっこいいですね。で、その後に、レベル。で、レベルのコントラストを0.5とかにします。で、最終的にこのレンダーのものにコンポジット。で、このレベルになります。で、マルチプライだとこんな感じになっちゃう。で、これをソフトライトに変えます。そうすると、まあ、どう変わったかっていうと、この、ちょっとさっきよりもかっこよくなったんですけど、まだのっぺりとした感じのテクスチャーから、こう、ちょっとパキッと、クリスタル感のあるような、ちょっとその自然界っぽいマテリアルに変えることができました。わ。そしたら、最後ですね。こいつを、コンポジットで、持ってきて、今作ったやつと、載せます。あ、このレンダーは、こいつを無視するために、この GO3 を無視したいときは、このペケマーク、つけると、こいつ以外をレンダリングする。ほい。できます。
で、このコンポジットもマルチプライからオーバー。で、今、こいつが下に入っちゃってるんで、上に、持っていきます。はい。そして、完成です。まあ、こんな感じで、実際にデコボコを、モデリングじゃなくて、テクスチャーで作っていく。で、さらには、そこから、コンポジットのね、部分で、ここですね。レンダリングの、その、バッファーを分けて、そこから、自分でいろいろ試行錯誤して、試して、最終的にそれを重ね合わせて、テクスチャを作るみたいな、やり方。ちょっと先のところまでやりました。でですね、実際に私が、どんな感じで使ってるのかっていうと、これはですね、これなんかは、前にも、動画出したと思うんですけど、そのキューブマップから反射を取ってくるっていう表現にノーマルを足してると。言うと、この反射プラスノーマル。このデコボコが、こういう感じで、いろいろ作れます。なんか、コンクリートのサビみたいなのとかが、できたりするわけですね。あとは、これなんかもう全く今のとほとんど同じなんですけど、まあ、ちょっと、あれですね。それを、より、さっきのコンポジットの部分でいろいろやってたのを、より、使ったことで、この表現が、可能になっているわけですね。はい。ということで、今回、キューブウェアは終わりになります。ありがとうございました。